あれ、もしかして篠宮君かい？ああ、店長。どうも、ご無沙汰です。いや、久しぶりじゃないか。元気にしてたかい？ええ、ぼちぼち。知り合いか？まあな、昔ちょっとお世話になってたんだ。これからもたまには顔を出してくれよな。たまにはね。そうだ、朝日、ちょっと買い物に付き合えよ。買い物？新しいパソコンを組もうと思ってな。せっかく秋葉原に来たことだし。まあいいけど。それじゃあ案内しろ。え？俺が案内すんの？最近の秋葉原には詳しくねえんだよ。どこかいい店あるか？それじゃあ裏通りの万国伝承に行くか。ここならどうだ？いろいろなパーツが売ってるけど。この店まだあったんだな。なんだ、知ってたのか。まあ割と古い店だしな。俺が秋葉原にいた頃から健在だったよ。レイジがいた頃って秋葉はどんな感じだったんだ？どうってそこまで変わっちゃいねえよ。まカラオケなんかは少なかったけどな。もっと昔は飯を食うのにも困ってたもんだ。もっと昔ってどのくらい？俺がガキの頃だよ。そんな小さい頃から秋葉に来たりしてたのか。まあちょっとな。レイジ？まいろいろ変えたな。パーツ全部揃ったのか？いやまだだ。いくつか置いてないものがあってな。他を案内してくれ。それじゃあすぐそこのスクモパソコン館でも覗くか。アパレルショップ。ああ、ここね。なんだ、やっぱり知ってんじゃん。俺の案内いらなくないか？いやそんなことねえよ。意外と変わった店も多いんだ。例えば？の数もだいぶ増えたな。金を下ろすのにも苦労しなくなった。飲食店も結構変わったな。秋葉原のくせに小綺麗な店が増えやがって。いろいろ便利な街だよ秋葉は。らしくねえけどな。じゃ買い物してくるわ。これで全部揃ったな。つかパソコン作れるんだな。そのくらい大したことねえよ。ただ最近は自作パソコンも衰退したけどな。自作の方が金かかるしな。ま楽しいもんだ。自分の目で確かめながら作るのは。それと最後にもう一つだけ。最初の店に戻ろう。パソコンショップって強化しておくっち？おう、篠宮君、どうしたんだい、そんなに荷物を持って。久しぶりにパソコンでも作ろうかと思いまして。そっか、やっぱり自作か。篠宮君は昔から好きだったもんな。まあコスパは悪いんすけどね。そうだ店長。どうしたんだ？あいつ来たりしますか？あいつ？ああ、東条さんのことか。彼女ならたまに顔を出すよ。なんでも探しているパーツがあるんだとか。探してるパーツ？古いものらしいんだ。元の設計者がそれでしか動かない仕様にしたみたいで困ってたよ。そうっすか。ま、パソコンで困ったらいつでも言ってくれ。いくらでも相談に乗るよ。
ありがとうございます。さて、どんなパーツだったっけな。何の話だ。昔の話だよ。レイジの昔話は幅が広すぎるんだって。一体何年前の話をしてるんだよ。ああ、そういうことか。昔は昔、過去は過去、そこに大した違いはねえよ。じゃあそれでいいよ。だけどパソコンとかよく作ってたのか、小さな頃から。まあそれなりにな。俺にしちゃ数少ない趣味の一つだ。なんか想像つかないな、レイジが何かに夢中になってるだなんて。夢中ね。誰にだってそんな時代はあるさ。今のお前は？今もまだ夢の中だよ。レイジ？風が鳴いてるぜ、ベイビー。は？なるほど、風が鳴いている。え？リピョン？シンガーソング。俺は今日も歌うぞ、ベイビー。何もないここが今日の俺のステージだぜ。風の行方を追いかけてたどり着いた廃墟でお前とベイビー。お前とベイビーですね。おい、どうしたんだ？え？しまっていました。夢中にって？風にベイビーです。は？リュウ、今歌詞を考えているんです。それで素敵なフレーズだなと思いまして、だからいろいろな知識を吸収したいんです。ああ、なるほど。だけどやっぱり本物の歌詞を書くにはいろいろ経験しなきゃですよね。いろいろなインタビューを読んでみても皆さん実体験を元にして作ってますし。それならいろいろと体験しに行くか。え？いろんな人に話しかけたり、普段行かないような場所に行ったりしてさ。協力してくれるんですか？ああ、もちろん。どこか行ってみたい場所はあるか？それでしたら電気街口に行ってみたい場所があります。ここはダメだって。え？ここはな、リッピョンにはまだ早い。え？そうなんですか？ここなら新しい体験ができると思ったのですが。うわ！いつからだろう、この我が銀色の輝きに見入られたのは。お前何してんだよ。長い戦いだった。これでようやく眠る。我が手にはもう何も残されてはいない。ああ、負けたんだな。そして我は新たな旅路へと。どうか銀色の輝きが満ち溢れますように。あいつまだ打つ気か。え？いいんだよ、リッピョンは知らなくて。なあ、他に行きたい場所はないか？そうですね、でしたら
なんだ、マックス1号店か。いえ、お隣です。え、隣って？こっちですよ、朝日さん。老舗の居酒屋、青塚です。居酒屋って、そうだった。よく、お兄ちゃんがお家で晩酌してるんです。いつも、おつまみはタコワサや塩辛でした。それで、ちょっと分けてもらったら、ハマっちゃいまして。それでは、行きましょう。ちょ、待てって。どうしてです？ここの笹カレー、美味しいらしいですよ。ホタテのかき揚げや、エイヒレ、それにカツオなんかも。リッピョン、何歳だ？14歳です。居酒屋は二十歳になってからな。えい、ありがとね。あ、誰か出てきます。お前かよ。極上なる君なのか。そよ、我が舌さえもうならせてみせた。うまかったか、カツオは。いざさらなる新天地。さすらいの旅は終わる時を知らぬ。京也さん、お暇なのでしょうか。さあな。つかりっぴょん、もっとこう健全な場所はないのか。なんていうか、こうアイドルっぽい可愛らしい感じの。可愛らしい感じですか。あ、それでしたら中央通りに気になるお店がありました。ここはな、コスチュームって書いてありますし、きっと可愛らしいお洋服が売ってそうです。行きましょう、朝日さん。いや、ダメだ、絶対にダメ。え、ここもですか。ああ、ダメだ、最悪俺が捕まるかもしれない。え、捕まる？だけど、おかしいですね。おかしいって？前に、ヤマトさんが言っていたんです。どうしたんだ？わ、ヤマトさん、このお店が気になるんです。メルシーだなんて可愛らしいなって。ああ、ここか。だったら橘に連れてきてもらえよ。朝日さんにですか？ここはな、橘が愛用している店だ。あいつ殺す。別に構わないよ。で、大して役に立てなかったけど。いえいえ、そんなことありませんよ。いろいろな経験ができました。な、何も体験してない気がするけど。歌詞のインスピレーションもビビビッと湧いてきました。本当か？はい、バッチリです。どんな歌詞なんだ？それはですね、降り注いだ銀色の光が私の手から消え落ちた時、満たされた胃袋が悲鳴を上げる。その悲しみは喜びにも似て、だけどやがて訪れる悲劇。嘘なら優しくついてよね。そうだ、私は空を見上げていたの。ああ、風が笑っているって感じです。なんかごめんな。
管理局員がいないぞ。どういうことだ。好都合だな。サクッと入っちまうぜ。ヤマトさん、油断は禁物ですよ。セーブされますか？お間違いなさらぬように。どれかをお求めですか？ご自身の運を信じましょう。メイド喫茶はいかがですか？ほらほら、そこのご主人様。どこへ行ってもご主人様って、これじゃゲシュタルト崩壊よ。俺は秋葉らしくて好きだけどな。何がご主人様よ。だったらもっと上品に振る舞いなさいよ。うちの吉野と大違いだわ。琴美はメイドにうるさいのか。別にうるさくないわ。ファッションメイドが嫌いなだけよ。どういうメイドだったらいいんだ。そうね、まずはご主人様の呼び方に愛を込めなきゃいけないの。どんな風に。それはワクワクって、あんた今私に変なこと言わせようとしたわね。いや、話の流れだ。往生際が悪いわね。これだからファッションニートは。俺は好きでニートしてんの。だからそれがファッションニートよ。ファッションメイドと変わらないわ。はあ、まあいいや。つかさ、お前もその口調なんとかならないのか。ならないわ。だって皿だけのご令嬢なんだろ。だったらお嬢様口調使えって。いやよ、そんなファッションお嬢様。それじゃなんならいいんだよ。別に今のままで困らないわ。ほら、いろいろと試すのもいいと思うぞ。例えばなんとかっちーとか。ダサチー。リン君、なんかごめん。っていうか、なんなのよそのなんとかっちって。ダッサ。これは方言っち。方言のピンクンアレンジっち。なんだ、そうだったんだ。てっきり可愛こぶってんのかと思った。チチ。でーだ、琴美、俺は決めたぞ。いろいろな口調の人と話して琴美に合う新しい口調を探そう。だからなんでよ。その必要はないわ。私は私なの。理由ならある。何よ。俺が無駄に傷つかなくなる。はあ。それじゃあ特徴的な口調の人を探しに行くぞ。ちょっと待ちなさいって。何がなるほどなのかしら。琴美、にゃんにゃんだ。だ、待てって。待たないわよ。だいたい何よにゃんって。わかったわかったって。これ以上無理は言わない。だから一回だけ言ってみてくれ。おい琴美、冷やかしとか勘弁しろにゃん。セーブポイントですし、休憩になさいますか？
があるところに闇あり。すなわち、それは古からの定めと同義。闇ですって。おお、興味を持ったのか。汝は闇に何を求める？温かな眠りか、冷ややかな目覚めか。そうね。私が求めるのは温かな目覚めであり、冷ややかな眠りね。おお。最近朝は肌寒いのよね。そのくせ夜はまだ暑かったりするの。それが答えか。ならば何時のためにその両方を願うとしよう。ええ、そうしてくれるかしら。ダメだ、こいつら普通に会話成立してる。妄想宮ですね。お入りになられますか。よ、元気か。あ、朝日様じゃないっすか。どうしたんすか。いや、ちょっとした用事だ。こいつにいろいろな口調を教えようと思ってさ。なあ、琴美って、あれ、もう行っちゃったっすよ。あ、琴美。待てって琴美。ほら、なんとかすって言ってみてくれよ。殺す。はあ、どの口調もダメか。だから最初に言ったじゃない、どれも最低よ。特に変態ピンク、あれでキャラ付けしてるつもり。みんなそんなに自己主張したいのね。自己主張はお前のが激しいぞ。そんなことないわ。そんなことあるって。だけど一体どうしてそんな口調なんだ。知らないわよ、そんなの考えたこともないわ。それはお嬢様がお嬢様だからですよ。吉野、あの吉野さん、琴美って昔からこんな感じなんですか。ええ、さようでございます。もしかして吉野さんが甘やかしたからじゃ。朝日、もしかして吉野に文句でもあるの。ありません。もう吉野さん、これは失礼いたしました。ですがきっとこれがお嬢様なんです。どういう意味です。だってほら、思い浮かべてみてください。ご主人様、何なりと申し付けくださいませ。オイラ、コトミッチ、冷酷無比なポイズンドールッチ。どうしたにゃん、もしかしてやつ裂かれたいのかにゃん。オス、コトミッス、これからもよろしくっすよ。なんか違う、こんなの琴美じゃない。そういうことですよ。一体何の話をしているの。琴美ごめん、俺が間違っていた。お前は今のままでいいからな。は？セーブポイントですし、休憩になさいますか。